戦争負けたのよ。あの日の正午、僕は新しい男に生まれ変わったのだ。やっとるか。やっとるぞ。頑張れよ。よし、来た。背景、西脇津久志郎。よし、来た。君が退場したのと入れ替わりに、たまたま新しい組長が赴任してきたのだ。いやー、べっぴんさんじゃねえですか。べっぴんでもなんでもない、堂々たる年女である。やっとるか。やっとるぞ。僕はやっぱり金馬の可愛らしい麻婆に一番興味がある。ひばり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 がお世話になってます。すごい美人じゃないか。麻婆、つくしが恋しいんだね。いやらしい。意地悪。知るもんか。山山よ山山よ、愛しき牧場よ、さようなら。安らかに安らかに静まる。ベリーソーリー。さようなら。タケさん。タケさん。タケさんと仲良くしちゃダメよ。麻婆。麻婆が泣いたんやって。ひばりは何も知らないのよ。タケさんはね、ひばりが恋しくって泣いたのよ。ボンボン何寝ぼけとんねん。この道はどこへ続いているのか。ひばり。ひばり。白状するが、僕は恋していたのだ。